高さ33メートルの安価の距離を通過中です。進行方向、左下に見える道路は国道45号線です。この安価川橋梁の下を流れる川は日本でも有数の清流として知られる安価川です。この川には清流にしか住むことのできないと言われる川真珠貝の生息も確認されているということです。またこの川の上流には日本最長の鍾乳洞と言われる安価洞があります。景色を楽しみいただくため、列車は一時停止いたします。わずかな時間ですが景色を楽しみください。進行方向右側、川の中洲に見える施設は竹マスの会場です。秋になりますとこの橋梁から、下を流れる安価川に遡上してくる鮭の姿をご覧になることもできます。